西山製麺、西木ラーメンミラク、西木昆布焼き醤油味。ノンフライ麺に液体スープがついています。麺は直径3ミリの黄色い丸断面で、表面は滑らかで張りがあります。7分茹ででもしっかりしたコシがあり、一方でもちもちブヨブヨした弾力感は弱く、曖昧さがなくタルになる食感です。中華麺らしい匂いも出ています。元気で生きのいい印象の麺です。スープは濃い茶色で少しとろっとした舌触りです。かなり甘いですが、醤油を焦がしたような苦味が出ていて大人の味になっています。利尻昆布の香りが強く出ていますが、決して突出しておらず、鶏ガラの旨味もきちんと出ています。辛い刺激はありません。油っぽくはないですが、濃くて強い味です。酢でも退屈しませんし、どんな具を入れてもスープは負けることはないでしょう。前回の佐藤商店利尻昆布ラーメンが昆布に全振りしているのに対し、この製品は複数の要素が並立しています。みんな大好きトントン。